TV おしゃべりやってます「みんな大好き GRTV」「明るくさまざまなコンテンツ」「チアコインでウハウハにライブも出 やってマックスダイオ送ニューヤングです。神谷ひ史です。沖谷裕良太郎です。なんか最近あれですね。コーナー行きませんね。あんたが行ったらいい。やればいいんじゃない。そうだ。コーナー。やりたい？いやいや。そんなよくダラ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 一時間も喋り続けて、それをなんか二週だからすごい二時間喋れますな。でもまあ二週に一回ずつ会ってるから喋れるよね。 うんまあ前回分合わせると都合ですねまあでも積もる話もあるでしょあるのそんなにある絶対これがいけないんだってテレビ見てる状態でなんか喋ったらすぐ検索かけてさそれに対して「ああこんなんなってんだへえ」前はね作家さんが調べ物してくれたパソコンを見てこうやってのぞいて「おおお」って言えたけど便利な時代になったね モニター固定でサッカーさんいないからさこっちに最近なんか欲しいもんとかないんですか <laughs> <ん>欲しいもんとか <laughs> <出た> <laughs> 欲しいよしいテレビが <laughs> テレビどうしたのまだ買ってないです買ってないの見に行けてないもんだってあーでもね見に最近はなんか実際に見,る見て買うってことあるありますよテレビネッで買うでしょもうテレビとか怖くないですかいやもうだって 前も話したけどサイズ感とか <laughs> まあそうでしょうけどいやでも大体、まあ、寸法書いてあってだから前も言ったけどちょっと広くなっててうちは今ねあ、うん、あのちょっと古いタイプなんでこうあったら下の方にスピーカーがついてるやつなんですよでもうちょっと声が聞き取りやすいやつ耳遠いんでもうそれでボリュームをめっちゃ上げて 見てるんですよそれようるさいっていうそうやろうなもう実家に帰った時の父親と同じ感想俺, <laughs> 俺のあれこんなスピーカー,ーこんなスピーカーあるやんそれも言われるんですけどここにこうやるだけでここから聞こえるからすごい便利ですよ、うん、声とかね聞くのはね、うん、俺あその料理しながら見る時はこれかけてこうやって見てますうんめっちゃ遠いからテレビ 料理してる時は、うん、でも音はここから聞こえるから、その時はテレビの音声は切れてるんですか？切れてます。上げたらテレビの前にいる人も見れるんですか？あ,あ、それもできます。<ー>両方できます。はははこれはね、割とあのバカにしてたけど、あのちゃんと音聞こえるんでいいです。<ー>うん、あ、これ。うん、まあ、うちのはこれじゃないけど、もっとちっちゃいやつだけど、あ、これかな。これだとえー、っと二つ買ったら2人かけれるんですよ。 同じ風にできるんです。あそう、うん。どうでしょうね。どうでしょうね。<laughs> 別にだから2人いたら2人違う音量で聞こえるってこと。うーん もうどうでしょうねって言われだしたらもう俺も <laughs> こういうのがありますよって, <laughs> ってありがとうございますありがとうございます売りたいわけじゃないですか <laughs> いや存在はね知ってるんだけどどうなんだどう何、うん、ていうの耳にこうギュッて入れちゃうとその窮屈感もあるし耳痛くなっちゃったりするから、ね、これは本当にねあの自然に聞こえるのよ<ー>割とで離れても大丈夫だしゲームする時とかもこれ割といいです<ー>なるほどへえ<ー>今はあの大きさがいっぱいあるからね いろんなスピーカーもあるしああなるほどもうこれがいいかなもしその <laughs> 家庭内で絶対ある問題だからねそれボリューム問題うんあの特に女の子はもう「うるさい!」なるから <laughs> 遠くの部屋にいるのに「うわ!」って「うるさい!」って <laughs> テレビの音が気になるのうるさいっ,ってそんなふうに言われるんだう,うるさいホン嫌やなえほんまにシュ <laughs> 絶対 <laughs> あの自分の興味ないものの音ってすごい大きく聞こえるんだよまあもちろんねわかるけどあとゲーム音とかのあの尖った音はすごい気になるから,、うん、だからまあこういうのをしておくと、うん、このめちゃめちゃここでは普通に今まで通りのテレビの音流れてるんだけど、うん、外すとびっくりするぐらい音してないのよ。へー でもここからスピーカー出てるから自分的にはいつもと同じ音で聞いてるんだけど外したららも聞こえなないいぐのだからびっくりするよ久しぶりに実家に帰った時の父親の部屋のテレビのボリュームが尋常じゃなくて大きいって俺そうなってるってもう耳が遠いってことそうですだんだんやっぱりね聴力衰えてきますからね視力もそうだけど。 でうちら今もそうですけど、まあ、これはねそんな大した音量じゃないけども、うん、あの例えば歌を覚えたりとかうん、うん、曲を覚えたりとかあの音源見,見たりとかうん、うん、集中するのにヘッドホンしたりとか、うん、あと吹き替えの時とかもするじゃないですかうん、うん、それもやっぱりボリューム大きいみたいで俺、うん、自分で聞くのが「うん、お泊まりしてます」っていう、えー <laughs> よよく言われれちゃうんですそはあるねだんだん耳がバカになってくるらバカになってくるんですよ自分も喋るから結構大きな声で向こうの電音も聞きつつ大きな声で喋らんなきゃいけないからどんどん大きくなっちゃってそうなんですけど耳しかないヘッドホンとかでやる時とかそれでしかたなくこっちするじゃないですかで僕聞き耳が左なんで右にするんですけど遠いから ちちょっっと大きくなゃんすね自分の声をはっきり聞くために左で左を開けて右で聞いてあれ持っていけばいいのかもまあそうなんですけど耳に合わせたうんだからコードの長さが合えば自分のこういうイヤホンを片耳外してこうやってこう開けてこれをこっちに入れたりとかしてやってるんですけど「お泊まりしてます」っていう。 うん、なんか使ってない方を後ろに回したりとかしてるんですけど、うん、それでもお友達と一緒に遊べるんだ、うん、へえ<ー>スタジオはやっぱり特殊な環境なんだと思うんですよあの反響がゼロじゃないですか,か、ね、だからもうその無音の中で自分の声を出すって実はものすごい あの何だろうな人によっては難しいね難しい僕だんだんそれが分かんなくなってきちゃって、うん、ずっと一人でゲーム収録とかをこれに向かって遠やったりとかするじゃないですかまあマイ毎ね違うマイクかもしれないけれどうん、うん、もう分かんなくなっちゃってえ今これどれぐらいの距離感で喋ってますとかっていうのが気になってきちゃうと <laughs> もう喋れなくなるんですよねゲームはだってそうだよもう、ねうん、でも得意な人って得意じゃないですかええー、分かるんだ適当でしょそれもうーん もうだからゲームは前から言うけどもすごい苦手で収録するのんだんだん分かんなくなっ,ちゃってきた、ね、うたまにディレクターにトークバックで「すみませんこのセリフちょっと言ってもらっていいですか?」って言ってもらって <laughs> 耳,耳がもうおかしくなっちゃってるから自分の声を聞きすぎてうん、うん、で特にイヤホンとかヘッドホンとかして自分の声の帰りだけ聞いてると。 もうなん自分がどれぐらいの声で喋ってるか分かんなくなってくる疲れてくるから<ー>耳も疲れてくるし自分も疲れてくるしその割にはその神経だけはどんどんこう研ぎ澄まされていくから、はい、自分がしゃべっているもたつきとか<ー>滑舌の悪さとかもっと本当はこういう音を出したいのにっていうのだけがどんどん鋭敏になっていってっで,、ね、でも、ね、疲れるからどんどん口はもたついてくるしーああと思ってもう本当にゲーム収録苦手。 最近スマホのゲームの収録が増えてきたじゃないですか以前よりもだから昔その音声 PS2 とか3ぐらいになってめちゃくちゃボリュームがある台本があった時よりも相当分量的には楽でした。 分量多かったときは逆にそのさっき言った神奈君が言ったみたいに集中しすぎちゃって自分が何言ってるかわかんなくなって読めてるみたいなやつ僕これ読みました現象がすごく頻繁にあった気持ち悪いお前相当疲れてんないやあれやばいですよやばかったですよね分量が尋常じゃないからえげつなかったもん下読みな乙女系のゲームがすごかったわ数千ワードですかねトータルでねなったな 何千ページっていうのがあってそれで人によって名前だけ変えるっていうのがあってあ、ね、それを永遠になんとかじゃん好きだよな、うん何とかじゃん好きだよっていうのを永遠に書いてあるのをずーっと読んでいくと何を好きなのかが頭おかしくなりますよあ、みんなそうなんだいやなりますってそうか、俺がなか変なゾーンに入るみたいな感じの、うん、不思議な 気持ち悪かったね、あれね。<laughs> でも、全部ペラペラ喋れてるん、ね。喋れてるんです。ずっと、何も、全然、言ってますよ。こうやって、ずっと喋ってると。<laughs> なんとかだ。好きだよ。なんとかだよ。好きだよ。お前の。好きだよ。どうですか。<laughs> <laughs> <laughs> 気持ちねいね。何が、何だか、分かんなくないです、ね。あれ、あ、そう、みんなそうなのか。なります、なります。 9月4日公式分のしゃべりやってマックス第5放送は昔のゲーム収録で起きていた奇妙な現象を話しました、うん、アホになったかと思いました <laughs> どうやって柔軟剤の香りを選んでいるのかというメールから小野坂さんが洗剤選びのポイントについて話してくれますよビーズってなんすか、まあ、ビーズ知らんのか知らん。ビーズ入れんやつはな <laughs> さて <laughs> 現在5週連続コーナーをやっていませんが今回はコーナーができるのでしょうかちなみにヒントですね開始55分の段階では3人でただただ懐かしい CM を見ていました。